はい、調子と屁をこきながらゲーム実況するゲームおかきの時間がやってまいりました。ドラゴンクエスト3です。前回に続きあります。いよいよ北の世界まで行きましたよ。もう後半に差し掛かっております。さあやってまいりましょう。ガダトームね。あれお城ってなかったっけ。ここに光あれってあったでしょ。あれをやりたいんだよ。話しかけてみるか。雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。古い言い伝えですよ。なんかあったね、そんなようなね。ドラクエ1で、まさしくドラクエ1の世界だからね。僕の呪いを解く勉強してるんだよ。はいはい。これはお、アレフガルドは閉じられた闇の世界。ただ絶望があるだけですわ。絶望の割合に軽快な音楽だ。ここを右沿いに歩けばラザトームの城。あ、右なんだ。上じゃないんだ。そっかそっか。こうなっていたか。ドラクエ1とはここはちょっと仕様が違うね。光あれ、いた！じじい。よし。光あれしてくるか。さあ、じじい。おお、遥か国より来たれり勇者たち、光あれ！ほら。うぅぅ。あ、宝箱ある。よし、取ってみるか、これ。まさかミミック出ないよな、このとこで。空っぽ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 の宝箱、このとこ保管しとくな。かつてはここにも多くの勇者様がお泊まりでしたよ。おっとっと、ほらこのさんに話しかけてみよう。アリアハン、どっかで聞いた名前だな。何の手がかりもない。うわ、あ、ここ怪しいな。大魔王ゾーマを倒すのはまるで夢物語だ。しかし、かつてこの城にあったという王者の剣、光の槍、勇者の盾。うん、キーワードだね。これらを集められれば、あるいは。にゃーんだべ。あっ、階段があった。なんだなんだ、この階段は。お、なんかおっさんいるぞ。何、太陽の石、そんなものはここにはないぞ。しかし、おかしなものじゃな。夢を見たのじゃ。この国に朝が来た時、誰かがわしにその石を預けに来る夢をな。はあ。太陽の石、どっかにあるはずなんだよね。どなたらか魔王を倒すために、上の世界から来たというのは、わしのはこの国の王者。じじい、おっさんに話しかけてみるか。これまではあまたの勇者が魔王を倒さんと旅に出た。しかし帰ってきた者は誰もおらぬ。そう、あのオルテガさえも。なんか怪しいんだよな、ここ、あそこな。ここ怪しいんだよな、この四角な。ちょっと忘れちゃったんで、もう一回行ってみるか。なんか怪しい。ここはお城の台所です。なんか怪しいんだよ、ここね。ここ怪しいんだよな。あ、あった、やっぱりな。おお、なんかあるぞ。炎に話しかけるか。太陽の石、来た、あ、来た来た来た。やはりここだったか。よし、そしたら窓ハンドか。うわ、いきなり来た。しかも、おお、おお、
おう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 、よし、ええぞ。うわあ、そうだそうだ、こいつこれ呼ぶんだよ、大魔神だよ。防御すっか。うわあ、だけど動く石像よりだいぶ HP 高いだろうな。あ、倍切るそれ、うー、防御して29、待ってくれ。したらバイキルトや、薄い。薄い、いけ。81くらった、マジかよ。え、強っ。スライムです。うわうわ、エンカウント高。さあ行くぞ。ん、キング。そうか、ここ呪文使えねえんだもんな。結構リスキーだな。薬草買っとけばよかった、したら。うわ、これなんか、マヒアドとか使うんじゃないだろうな。かけたボディですか。異様なず。あ、そっか、でもあれか。呪文書き伏せるから問題ない、これは。ちょっと薬草欲しいな。薬草しょうがないな、薬草だから。エンカウントやめてくれ。うーわー、これ全体攻撃してくんじゃないの。よし、やめてくれよ。よし、確かこれ一つミミックあったはずなんだよな。どれだったかな、どれか一つミミックなんだよな。右行こう。あー、ちょっとやめてくれよ。よし、多分左上があれだよ、縦入ってんだよ。おー、どうする次したら。こっち行くか。よし、そしたらあと左上取ればいいな。よし、やった。おお、20も上がった、すげえ。あ、なんだ、うわ、なんだ、どうすんだこれ。取れた。これ帰れるわけじゃないんだ。歩いて帰んなきゃダメなのこれ。きつ。マジか、歩くのかこれ。薄い死んじゃうね。ちょっと行くぞ。一応開けとくか。意味あるかどうか分からんけど。よし。よし、意を消していくぞ。なんとか一人でもいいから出れればいい。3人死んでも一人残れば、キミラの翼でどうできる。
よし、あーっと出たぞ。誰だ、トロールキングか。よし、バシルラス使いまくってくれ。魔法使えないってのきついな、すごい。おう、逃げまくるかもうしょうがないから。マドハンドとかああいうのだったら戦って、トロールキングとかだったら逃げるか。ガタトーブに行くか。あ、止めてくれ。4ゴールド安っ。まず勇者の盾を手に入れた。トゲロス備えてみるか。トゲロスを、これ何、弱いマンドクス、これいらなくていいんだよ確か。あ、ドムドーラに行くぞ。強いね。あ、よし、ドムドーラにようこそ。なんか確かここ道具ある、取らなきゃいけないんだよ。ほら、武器は何あるんだ。ん、まあ、売れて生まれてくる子供の名前を考えているので営業してない。だからそこに立つなよ子供のとこ行ってやれよ。武器と防具、あ、こっちはやってる。魔法の方位、ドラゴンベル、力の盾。あー、力の盾ある、いいな。危ない水着。え、いいな、力の盾ある。ぜひ欲しいね。お隣にはやたらくしゃみをするおじさんが住んでる。俺は迷惑だ。じゃあそのじじいに話しかけてみるか。ダメ、じじいに。ハクション、ハクション。誰かわしの噂をしてるな、ハクション。風なんじゃないの。あ、年取るとね、結構くしゃみでかくなる人いるからね。おたけびのようなくしゃみする人いる。光の玉を持っているか。もしまだならそれは上の世界にあるらしい。あるよ、取ったもんね。メルキド、なんかここら辺にあったんだよ。なんか何かあったんだよ。 なんかあったよな、調べたら。確か俺の記憶によると。あ、オリハルコンあった。そっか、草、そうだそうだ、なんか覚えてたもん、よくに。おぼろげだけど。よし、これ井戸の周りって ドラクエ4とかだったら結構小さなメダルあったりするんだよな。屋上で切られて光るものを見たことがあります。で、茂みの中だったと思います。取ったよ、もう。よし、そしたらもう出るか。メルキド行くよ。いいメーラ。おお、スカルゴン来た。そうだ、こんなのあったか、ドラクエワンマナ。よし、誰か来た。明治キメラ、さっきのキメラより遅いな。よし、そしたらね、稲妻の剣使おう。カーツーラーはね、ガラキって聞くのかね。ちょっとやってみるか。で、エキラゴン来たいんだけど、マヒドにすっか。聞かなかったから、さっき。メタパニー、これやめてくれ。お、マヒド聞いてる。いいぞ、いいぞ稲妻の剣聞かなかった。あつら。ザラキーも聞いたね。マドハンドか。1165ポイント、経験値。あ、もうそろそろつくんじゃないかい。
オケロスの効力は切れた。あ、あった。リムルダルか。これは。あら。さすがになかなかレベル上がりづらくなってる。銃開けると結構大変なんだ。はぐれメタル倒さないとね。メタル狩りしないと。メタル狩りできるところが、下の世界には結構あるんだよね。あぶねえ。アヘド効くんだね。よっしゃ。あうつい。うつい死んじゃったよ。もう通行の一撃くれやがって。こちら一発。よし、ぞ。リムルダール。この辺もはぐれメダル。あ、出るらしい。あ、出た。と言ってるうちに出たぞ。よし、総攻撃だ。薄い魔人の斧。よし。いいぞ。よし。来た。来た。カスラが来たか。よし。レベル上がるかなこれで。よっしゃおかき。お、薄いのか。リムル誰だろここ。力に耐えてほしいな。はい。鉄仮面、三日神と、あんまり大したもんないね。ハヤブサの剣ある。赤いの剣。これ何？姉ちゃん。聖なる守りある精霊ルビス様の愛の証ですわ。G は？噂ではルビス様が封じ込められた塔に光の鎧があるそうじゃ。ルビスの塔なんだよ。ここにね、はぐれメタルがいっぱい出てくるんだよ。光の弾がなければとても魔王を倒せないでしょ。あるよ。何？この世界の上には光のあふれる世界がある。信じられませんわ。何言ってんの。現状、雫が闇を照らすげ、この島の西の外れに虹の、あ、これね。あるある。ドラクエ1でもあった。虹の雫だったかな。お、何これ。お、神様、どうかこの国をお救いください。特にあとはいいかな、この街は。あのじじいに話しかけてみたいね。哀れなり勇者オルテが魔の島の渡る術を知らず海の奥ずと消えたそうじゃ。誰も助けないもんね。勇者任せだもんな。こういう世界ってな。あ、何もしちゃいねえからな。あ、誰かいる。町外れにいるって言ったのにあの人ったら遅いわね。プンプン。父さん危ないよ、そんな町外れにいたら。魔物に出会ったらどうする。ここだ、なんだ。あ、またジジイか。魔法の鍵というものを一度見てみたいものよ。あるよ。あるけど見せない、他には。よし。ん？こんな洋服目でおつく。洋服しかないよ、この世界。ずっと洋服だぞ。はいはい。結構金貯まったね。そろそろ預けに行くかね。よーし。メルキド。ヒットポイント。HP301 になったぞ。
トヘロス、もう一回トヘロスするか。えよ。これ逃げるべ。あ、間違った。メタルスライム出してよ。スライムベースいらないから。ちょっと防御力上げてえな。これ下に行くにはどうしたらいいんだ。ああ敵だ。もう覚えなかった。よし、トヘロスでやっとくか。効果のほどは定かではないが、すぐ敵出た意味ね。あ、あのこの足から行くんだ。霊の祠じゃないかこれ。あ、僕か。わあ、お一人で寂しそうに。私はその昔ルビス様にお仕えしていた妖精です。私の思いを込め、あなたにこの雨雲の杖を授けましょう。ありがとう。なんかよくわかんないけど、初対面だけど信頼はされているようだね。強いじゃん。ありゃ。ちょっと一旦戻るかこれ。あよ。エルキドに行きたい。あれだよね、下から行ったらまた同じだもんね。ここしかないんだよな。あんまり行かなかったっつんない。トヒロとやってく。あんまり意味ないんだよな。よし来た。ここは城塞都市メルキド。しかしこんな城塞なら魔王の手にかかればひとたまりもないだろう。確かに閉鎖的なとこだね。あれいない。ちょっと休むか。あいよ。お、17000。力に立って帰るぞ。なんだこれ。なんもね、誰もいねえじゃん。いまいちちょっと活気がないような感じがするぞ。えい。わしは怪物を作る研究をしておるのじゃ。で、その怪物に町を守らせよう。そうじゃ。
怪物はゴーレムと名付けようぞ。ゴーレム登場しないんだよ、この街ね。この街じゃない、このドラクエ3にはね。なんで登場させなかったのかね、あんな、おなじみキャラを。なんだ、これ。なんであんなとこにジジイがいるんだよ。ジジイ。バリアの周りに囲まれたらジジイ。出入りできないじゃん。トイレ行きたくなったらどうすんだろうね。バリアダメージ食らいながら行くぞ、毎回。魔王の島に渡るには太陽の石、雨雲の杖、聖なる守り。太陽の石、雨雲の杖、聖なる守り。この3つが必要じゃん。だけどもう2つあるよね。雨雲の杖あるし。大丈夫か、この街。道具屋ねえか、道具屋。やってねえ。働かなくなった。どういうことか。そっかそっか、絶望のあまり働かなくなったか。あ、そういうのあるよね。希望を持たないと、なかなか働く気になれないと。おお、でも格闘場やってるじゃん。でも行かない。この時に鍵ことはあんまり好きじゃないもんでね。あ、この街来たけど特に何も意味はないかな。船使いたい。船を使いたいとこだ。よし、ソヘロス。何、クラーゴン？なんだこれ。お、おっ、来たー。ザラキ来たぞ。あ、こいつザラキ効くんだ。なるほどね。確かさ、ここ一周とかできないんだよ。あ、なんだ、ほこらある。最後の鍵。誰か住んでんのか。銀の盾事だったら、このガライが持ってた。確か銀の盾事はいらないんだよ。歌を歌いながら旅をすると家を出たまま戻ってきます。そんなやつよ。歌を出たまま戻ってきません。どうしちゃった。これ一周できないから、こうやって回っていかないといけない。トヘロスの効力が切れちゃった。もう一回トヘロスやれよ。したら、まあ、強い時はしょうがない。弱い時ちょっとね、戦う時間がもったいないんでね。経験値あんまりないし。あ、これルビスの塔じゃない。ちょっと行ってみる。そうだ、これね、これ来いよね。王者の剣手に入れる。ん？キングマン、これでいい、覚えないかな、早く。ああ、あら。一歩歩いたら敵が出る。すごいエンカウント率だ。ファミコンまでそうなのかな、やっぱり。エンカウント率高いんだろうか。よし、やっと入れる。ファイルの村にようこそ。さてさてさて。道具屋のご主人はとても器用な人ですわ。そのままでは役に立たないものでも買い取って細工をして売り出したりするのですよ。そう。そうそうそう。そうなんだよ。道具屋の主人どこ行った？
端っこになかったっけこれ。あ、なんだっけこれ。占いだったっけ。神は光、魔王よ暗闇。光の玉があれば魔王の魔力を弱めることができるでしょう。だからどうしたか。あれが上弦主人か。話しかけてみよう。噂では王者の剣はオリハルコンでできていたそうです。お、持ってるよオリハルコン。これ何？調べる。なんもない。道具屋です。あった、オリハルコン。22,500ゴールド。すげえな。はい、他に何か言え。よし、そしたら一旦出るぞ。確かね、これ一旦出てもう一回入るんだよ。買うんじゃなかったっけ。はい、ほら来た、王者の剣買う。おお、強え。30以上上がったぞ。さすが王者の剣。そう、これあるでしょ。え、どうだったかな。なんかなかったっけこの辺に。あ、やった、妖精の笛。そっか、よし、これでこの町も、この村も用はないぞ。さて、聖なる守りを取りに行きましょうかね。よし、行こう。ほら。おー、エンカウント率高いぞ。一歩ずつ敵出るなよ。よし。着いた。おお、うっ、アグレベットル来た。おお、マジの斧だ。行け。ああ、バラボコあるけど後回しにしよう。これは、ああ、敵だ。ラゴンヌ、なんじゃそれ。防御だな、ちょっと様子見よう。忘れちゃった、どういうやつか。あ、マヤド、よかった、ハゲた防御にして。ベゴマラだな、カツラ。うお、ハグレメタル3体来た。ハグレメタル出やすいんだ、すごい。メタル狩りができる。よし、ギラ唱えた。マジの踊れ、関心、会心一撃出てくれ。マヒアド来た。会心の一撃だ。お、ちょっとこれまずいぞ、パワーが。あー、ダメか。ダメか。いけ。あー。
倒した。やった。やった。倒したぞ。よし。危ねえ。もうなんだこれ。あーそっか、これこの床思い出した。ね、あこれあれだ、光の鎧あるんだよ、あそこに。よし、行くか。これどうだったかな、こう行くしょ。右側黒になってる、影になってるやつってさ、どうだったっけ。左押すのかな、左押したらどうなの。ああ左押したら下行くのか。ここでしたか。敵だろ、怖いな、これ。ミミックの可能性あるからやめとこう。なんかちょっともう攻略できねえな。おう、敵だ。これは右押すとどうなんの。右押すと上行くんだ。だから左押すと下行く。上押すと左。下は下、下押すと。もう下押せばいいんだな。下だな、これ押したら。そっか、右黒の場合は下押せばいいんだ。OK。これ最終、おお最上階か。バキは稲妻の剣だな。極楽章ってあれバジルラしてくのかい。じゃあこれフバーハにして、どうする。あ、やど、あ、効かねこんな効かないんだ。次あれか、マジのものにしてるのか。じゃあカツラ一回やってみるか。あーもう MP なくなった、いかない。よし、敵出ないでくれ。あああった、この像の前でね、笛を吹くんじゃなかったっけ。妖精の笛を吹くんだよ。さあ、オンチの笛吹きだ。
妖精が出てきたぞ。ああ、まるで夢のよう、よくぞ封印を解いてくれました。私は精霊ルビス、このアレフガルドの第一を作ったものです。そんなお偉い人は。お礼に、おかきにこの聖なる守りを与えましょう。そしてもし大魔王を倒してくれたなら、いつかその恩返しをいたしますわ。私は精霊ルビス、この国に平和が来ることを祈っています。やった。一旦出るぞ。光の揺れはちょっと後回しだ。再びルビスの塔。ここもね、ちょっと下調べしたもんね。ちょっと捉えておこう。で、さあこれだ。黒が右にある場合ね。どう？あ、下。ああ。行くぞ。右。上を押すと左ね。よし、上を押すと左。上を押すと左ね。となると今度黒が左にあるから、この場合は逆になりそうな気がするんで、左に行きたい、左に行きたい場合は下押せばいいのかな。やった、光の鎧選べる。やった、光の鎧だ。うー、わかった。はぐれメタル狩りもするか。あとあれだ、力の盾も買って、あと雷神の剣、これも手に入れよう。雷神の剣はね、トロールキング、これがね落とす確率が高いと。そしたらこの雨雲の杖強いの、怖い。おお、ええやん。よし、薄い魔人の斧、行け行け、来た。よし、やった、おかきレベル上がった。
よし、ここだ。あららら、海何もあるって感じ。さあ、じじいに会うぞ。あのっす。ここは聖なる祠、よくぞ来た。今こそ雨と太陽が合わさるとき、あなたに虹の雫を与えよう。やったー。え、虹の雫ね。よし。よし。ゾーマの城行ってみますかね、したら。おう、敵だ。さあ、来た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 。一つのメインイベントです。虹の雫の登場だ。天にかざした。ドラクエ版でもあったよね、これ。はい。この程度の橋さ、すぐ作れそうな感じするけどね。トゲロス捉えた瞬間にもう、極石像効かないな、トゲロス。ゾーマの城。というわけで本日はこれまで。続きは次回の講釈で。それからお仕事行かれる方、学校行かれる方、その他の方々、頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。